三国名称図絵巻の後掲載の副章寺の絵図。副章寺は、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下池の上町に存在した、総東州の大寺。薩摩藩首都津市の母大寺であったが、廃仏毀釈により、明治2年に廃寺となった。三号は、玉達山であった。総東州内元山里下持寺の五字下松である。王栄元年。 島津一族出身の僧で先に妙園寺を建てた赤奥信領が、島津氏、第七代当主、島津元久により、解散として招かれ混流。元給の一人息子である梅久氏が副将寺三世住職となったが、そのため元給には、後継者がいなくなり、元給の弟、久子豊と元給の老い、伊集院博久の間に、家督章等の争いが起こった。 その後、代々の島津市当州の墓が建てられるように、成島津本州家の菩提寺となる。お室しつふが、福祥寺15代住職だった。天文15年には、ご奈良天皇直願書となった。江戸時代に書かれた三国名荘図絵には、大伽蘭を備えた南九州屈指の大寺院であり、最盛期には1500人の僧侶がいたと記されている。同書には、 福生寺十二景と呼ばれるものもあったことが絵と,ともに記されており、現在は鏡石岩尾や、関心病が現存している。現在は、札幌西洋六と呼ばれている、洋洋州には、江戸時代には、寺寮が1361国あり、薩摩藩内で一番の国高を誇っていたことが記されている。大分県薩摩の羅漢寺、山口市の瑠璃光寺をはじめ、北部九州。 四国、中国地方、北陸地方にも松字があり、松字の数は二千字あったとも三千字あったとも伝えられている。薩摩国、大隅国、日向国の全州人を管轄する総録書として人事を司り、薩摩藩の学問書としての重要な役割も果たしており、島津市から代々、心から敬われ、尊ばれてきた。住職の中には、 若い時の西郷隆盛や大久保利市道を指導した第67代住職遠慮無三毛利、鹿児島市上山にある座禅石公園には遠慮の下で西郷や大久保らが座禅を組んだという座禅石や座禅石について東郷平八郎が書いた石碑も残されている。明治の廃物希釈により薩摩国、大隅国など旧薩摩半領内にある寺は ほとんどが破壊されたが、福祥寺は、島津氏の菩提寺ということで特別に残っていた。しかし、島津忠義の妻、美美子と島津輝子が、明治2年に亡くなり、葬儀を新式で行うことになった際に、福祥寺も破壊されることが決定した。この時に、歴代藩主が奉納した寺報の多くが、破壊されたり、行方不明となったりしたままで、 鹿児島県が文化財過疎県である一員になっている。天文18年、フランシスコ・ザビエルは、鹿児島滞在中、島津隆久によって、この副章寺を宿所としていた。オシシツは、しばしば当時を訪れたザビエルと宗教問答を行うなど、かなり親しくしており、ザビエルは、書簡で、オシシツのことを激賞している。裏上4番崩れの際には、 弾圧により捕らえられ回収させる目的で他藩に預けられたキリシタン約4000人のうち375人が平穏丸に乗せられ明治2年末に薩摩藩へ預けられ廃寺となった副生寺に収容された他地域に送られたキリシタンの扱いはひどいものだったが鹿児島ではキリシタンを丁寧に迎え入れており回収すれば長崎にキスと藩の役人が 回収工作を行い、鹿児島城下の民家に宿まらせたりして、回収は迫ったものの、復章寺に返されての自炊生活が許されており、最初の回収工作期間を過ぎると、出稼ぎが許可され、キリシタン造りと評判になった造り作りや、希望者は、お飯にあった、島津牧場での乳絞りや、薬の林道丸作りで生計を立てるなど、ここの待遇は、かなり良く、 鹿児島の住民からは好意を持ってもてなされた。明治5年には近代日本を掲げたにもかかわらず、キリシタンを禁止して捕らえ囚人扱いすることに対し、外国指針団が明治政府に不当だと強行に訴えたことで解放され、3月14日には約3年間の滞在中に生まれた13人も含めた330人が、 鹿児島丸で長崎に帰ることができたが、滞在中に病死した58人は、福祥寺跡の山手にある、キリシタン墓地に葬られた。後に、西南戦争に連座して処刑された、大山綱吉の葬式をしたのは、この、浦上のキリシタンであった。廃寺後に残存している、鹿児島島付墓所現在は、歴代島津市当主の墓地群のみが残っている。跡地には、 昭和26年に、鹿児島市立鹿児島玉流行等学校が建てられた。学校の背後には、6代、島津史久と、島津宇久から28代、島津成明までの島津市歴代当主とその家族の墓や、石道路を、亀志碑が並び、区画を分けた部分には、長寿院森厚や図書広里などの墓も当時のまま、残されている。山手には、歴代住職の墓地や、 前述のキリシタン収容所で美容師したキリスト教信者たちのキリシタン墓地もある。なお、裏山の上安法にも、島津忠義、島津照子、島津忠重ら島津氏の墓、上安墓地がある。昭和28年9月7日、鹿児島県指定史跡に指定され、墓地内には、鹿児島市が設置した副章寺跡の解説費や、どの墓が誰の墓なのかの配置が解説されている。 案内図など、様々な案内板や解説板も設置されている。令和2年3月10日には、文化庁により文化財として国の史跡に指定された。墓地は、地元のボランティアにより清掃活動も行われている。また、廃物希釈の収束後、有志が二度にわたり、同地や現在は、鹿児島市立町、田中学校がある土地に、副章寺を再建しようとしたが許可されず、 これを受けて、明治31年、京都から鹿児島へ派遣された第72代住職の法規感動により、現在の薩摩仙台市、向田町の商名寺跡地に公営寺院にあたる福祥寺が建立された。ちなみに、薩摩仙台市にある福祥寺の入り口付近には、阿行と雲形の二王像が設置されているが、これら一体の二王像は、 鹿児島市池上町の副祥寺にあったものを明治31年10月27日に法規艦道外設したもので昭和60年3月27日には薩摩仙台市指定文化財に指定されており隣に設置されている解説版には薩摩仙台市内では最大級の石像であると記載されている鹿児島県鹿児島市池上町48ありがとうございます